ホーム改札口旧駅舎、改札口2面2線のホーム、多摩駅は東京都府中志向要求3丁目にある西武鉄道多摩川線の駅。東京外国語大学の最寄り駅であり、副駅名は東京外大前。駅番号は SW03。短式ホーム1面1線を有する京城駅。2020年12月23日の始発より京城駅舎へ移行した。 駅舎は、これまさよりにあり、西口及び東口と改札口並びに改札街と、ホーム会はそれぞれ階段、エスカレーター、エレベーターで連絡している。バスロータリーは東口にある。京城駅舎移行時に玉川線では、武蔵堺駅に次いで2例目となる、自動改札機が導入された。なお、乗り越し生産機は設置されていないので生産の必要がある場合は、 友人改札で対応する。トイレは駅舎内にあり、ユニバーサルデザインの一環として多機能トイレも設置されている。駅舎改良工事が行われるまでは相対式ホーム2面2線を有する地上駅だった。ただし、工事の進展に伴い、2019年5月26日より1面1線の短式ホームとなった。 駅舎は西側の武蔵境寄りにあり、下りホームとの間は校内踏切により連絡していた。駅舎を出ると東側のバス乗り場と連絡する自由地下通路があったが、京上駅舎へ移行時に閉鎖された。自動改札機は未導入だったが、2007年3月18日のパスも導入にあたり IC カード専用の簡易改札機が設置されていた。 臨時の出殺窓口があったが、近年は使用されていなかった。2019年3月15日のダイヤ改正前までは、早朝、夜間帯に当駅で列車交換が行われていた。トイレは、上りホーム上にあり、多機能トイレも設置されていた。2020年度完了を目標に、京城駅舎か、自由通路整備、東口新設、校内踏切廃止 プラットフォーム拡幅、バリアフリー施設整備を内容とする駅改良事業を府中市との協力により実施する旨が発表されている。この工事に伴い、2019年3月15日まで早朝、夜間帯に当駅で行われていた列車交換は翌日より廃止された。2019年5月26日からは折り2番ホームを上り折り供用にして、1番ホームは 工事に伴い閉鎖された。このため、2020年10月23日までは、改札口からホームを利用するためには、上り下りのどちらの場合でも、校内踏切を渡る必要があり、特に上り電車の場合は、踏切の遮断時間の関係から、発車時刻間際に改札口を通過しても乗車することができなくなるため2分以上余裕を持って、利用するように告知がされていた。また、 同一ホームから別方向の列車が発着するため、フルカラー LED による発車表も設置されていた。この期間に、旧上りホーム及び旧上り線の線路跡を利用して、旧上りホームの拡張が行われた。2020年10月24日、始発より拡張された旧上りホームの供用が開始され、それまで上り降り供用だった旧下りホーム及び構内踏切が廃止された。 この段階では、京城駅舎は建設中だが、上り下りともに、校内踏切による遮断を気にせずに乗車ができるようになった。2020年10月24日から2019年5月26日から2020年10月23日まで2019年5月25日まで2019年度の1日平均乗降人員は13,757人であり、 西武鉄道全92駅中62位。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は、下表の通りである。多摩駅北踏切比較的新しい南北に走る、道路は広いが、瞳街道など古い街道は拡幅整備などが、少なくまた狭い。大きな施設と小さな商店もあるが、多くは住宅地となっている。駅の北西方向に、 旧駅名の由来となった東京都立多摩霊園、府中公用求郵便局、府中私立公用求図書館があり、霊園の北側には、警視庁府中運転免許試験場がある。旧在日米軍関東村跡地の北西端に近く、その跡地に移転した東京外国語大学、東京スタジアム、警視庁警察学校、警察大学校や武蔵野の森公園へのアクセス駅となっており、 東側バスロータリーが通り道となる。東駅北側を東京都道115府中三鷹線が通る。地図上では、調布飛行場の最寄り駅となっているが、管理事務所や新中央航空ターミナルは東駅とは、反対側である、滑走路の東側にあるため、徒歩30分以上の距離である。実際の最寄り駅は、京王線西調布駅。京王バス、 小田急バスの路線と府中市、コミュニティバス、中バスが発着する。当駅所在地は、高用級で、北西の多摩城にちなんではいない。駅前商店会も、高用級商店会を名乗っている。開業時、資金の玉墓地にちなみ、玉墓地前と命名された。その後、1935年に、玉墓地が多摩霊園へ解消した後も駅名はそのままだった。2000年、 東京外国語大学の移転にあたり、東京外国語大学前駅と解消するよう要望したが実現しなかった。しかし、翌2001年の坂木原記念病院移転決定に応じて、墓地前の3文字を削って、玉駅とし、さらに福駅名として、東京外大前を追加した。この解消に伴い、東駅南西方向の北玉駅は、玉駅の南にあるのに、 北玉という矛盾を解消するため、白井都大駅と解消された。ありがとうございます。